ラジオトークシングル定め編。こんにちは、エヴァードリームのひとみです。こんにちは、エヴァードリームのみさとです。この番組では5月にセカンドシングルをリリースする私たち2人がエヴァードリームの活動や楽曲など2人に関するエピソードをとことんトークし尽くしちゃうという番組です。はい、エヴァードリームのこと以外にも私たちのプライベートや普段日常で起こったあんな出来事やこんな出来事など様々なことを話していきたいと思っています。楽しみにしていてください。ということで今日は4回目なので、5月の8日、はい、水曜日発売のセカンドシングルのカップリング曲ワンフォアオールオールフォアワンについて話していきたいと思います。そうだ、このカップリングの話全然、触れてなかったからね。そうだよね。そう、今回の曲はですね、それこそこの何回目だっけ、この前も話しましたけど、最初はあんまりさ、なんかどういうってなんていうの、収録に参加したらいいんだろうって心持ちだったけど、ね、どんどん楽曲についても、こういう曲歌ってみたいっていう意見を取り入れてもらえるようになってるじゃない最近。そうだね、まさにそれでできた曲がこの曲なんですよ、ね、そうなんですよ。そう、ちょっとみんなでライブをやっぱ私たちも何回か重ねてきて、やっぱり盛り上げ、みんなと盛り上がれる曲ですごく素敵だし、ライブ映えするなって思ってたから、今回はちょっとみんなとこう盛り上がりたいです、そういう曲を書いてほしいなみたいな、一体になれるようなね、会場全体が曲がいいなって言ったらこの曲が出来上がりまして、ちょっとねみんなで盛り上がれるし、みんなに言ってほしいところも、確かになんならみんなパート、あそこはもうもはやそうね、みんなのパートがあるので、ちょっと一緒に歌っていけたらなって思うんだけど、ね、いいわ。しかも今回さ、多分初めてかな、あの別々に撮ったんだよね、ね、そうだから、そう知らなくてさ、美里がどういう、テンションなのかとかひとみちゃんから撮ったんだもんね。そう、私後で撮ったんですよ。そう、だからちょっと先にまず私が収録させてもらって、さっきねできたやつをちょっと聞いたんですけれども、いいじゃん、いいですか、めっちゃ良かったよね。ありがとうございます。いやでもひとみちゃんめちゃくちゃ良くて、そのなんだろう、みんなパートの前にさ、あのエヴェバディみたいなってまだ聞いてないからちょっと内緒だけど、ちょっとひとみちゃんのなんだろう、セリフっぽいところがあるんですよ、そこのセリフがひとみちゃんめちゃくちゃ良くて、嬉しい。でそこをちょっと私も同じ感じでいけたらいいなと思って収録してみた。そっかそっか、私も聞いてから撮ったもんね。そうなんですよ。嬉しい。あそこもなんかなんていうの、ガヤみたいな。そう今回のさ曲結構、そうなんか私面白いし聴いてもらいたいなと思ったのが、この掛け声の部分かな、なんかいろいろね、私たちがいろんなボイスで、そうあのちょっとやってるのよ、いろんな声で、なんかさ掛け声みたいな、声優の収録みたいな瞬間もちょっとあったよね。普通のパターンとちょっとテンション上げパターンでお願いしますみたいなね、あったよね、のがあったりして、ちょっとそれがどこかとか、そう私聞いてくれないかな、の気づいてほしいポイントはちょっと、低めの声、男の子っぽいボイスもあったらちょっと、あの幅があるかなと思ってやってみたから、そういうのも探して聞いてもらうのも面白いんじゃないかなとか。聞きました皆さん、探してください。あとなんか歌もさ、今回やっぱこういう曲だから、なんかちょっといつもよりもなんか歌い、なんか言葉にするの難しいんだけど、歌い方をちょっと変えてみたというか。あ、でも確かになんかひとみちゃんの聞いて、ちょっとなんだろう、音域的にも低いところを歌ってるっていうのが、そうだね、とことかはなんか歌というよりも語りかけてる感じというか、なんか喋ってる感じをちょっと私は感じて。ありがとうございます。いやなんかちょっとこうなんていうのかな、本当に誰かに向けてというか、こう結構さ、今までの曲ってさ、なんかこううちに秘めてる感情とか、こうなんか自分と向き合うみたいな感じで歌結構多かったじゃん今までの曲。確かに。今回もうなんかもうちょっと手をもう広げてパーッとねって歌ってる感じね、いう感じかなとか思いながら。ね、すごく楽しく収録させていただきました。あとなんか個人的に好きなのは、ちょっとなんか昔っぽい曲調って言ったらいいのかな、確かにちょっとなんていうのかな、今っぽくない、ちょっと私お母さんが運転する車で流れてた曲っぽい感じを感じて、ちょっと結構いいなと思った。確かにそれあるかも、ね、車で流したいと思った。あ、いいね。車でさ、もう一人でさ乗ってたらさ、こう掛け声とか全然大声で言えるもん。確かに。ってね、どんどんこう言いながらちょっと運転してほしい。そうだ
だね、確かに。こうなんか盛り上がりたい時とかにぜひ聞いて、朝とかさ逆にこう行くぞみたいな感じで、確かに確かに、無理やりテンション上げて起きれる、うん、目パチッとできる、パチッと、うん、なるような楽曲なんじゃないかな。しかもなんか本当に新しい感じ、うんうん、ちょっとエヴァードリームっぽくないって言ったらあれだけど、ね、うん、エヴァードリーム感は残しつつ、うん、なんか新しいことにも挑戦してる感じ、うんね、今までの感じのとはちょっとまた違った曲になっておりますので、うんうんうん、そうだね、やっぱりあとはもう皆さんにもかかってます。この曲はもう皆さんも、はい、声を出していただいて完成するという、はい、やっとね、そうなんですよ、そうライブ感がすごくある曲なので、いっぱい聴いて覚える、ここは僕のパートだって、うん、私のパートだとちゃんとちょっと分かってね、認識して歌っていただけると大変嬉しいです、ね、嬉しい。だからなんかライブするのがすごい楽しみ、ね、どういう感じになるのかなっていうのが、みんなと歌いたいなね、こんなのさ、ちょっとさ、バンドさんをさ、うん、で弾いていただいて生バンドで歌えたらさ、うんうん、たまらんくない？めっちゃいいわそれ。やばいよこれ。嬉しいと思う。曲も超かっこいいんですよ、うんうんうん、だからちょっとそれやりたいなって、やりたいね、楽しみにしてます我々も。いやだからちょっと皆さんにぜひとも聴いていただきたいな、聴いてほしいな、うんうんうん、うわなんか本当に、でも歌詞もいっぱいめちゃくちゃ良くて、うん、なんか誰かに本当に届けたいとか、うんうんうん、なんかそういう感じがするので、うんうんうん、元気ない方にもちょっと聴いていただけるといいなって思う、うん、確かにそうだね、わ確かに、このワンフォアオール、オールフォアワン、一人はみんなのために、うんうん、みんなは一人のために感がめちゃくちゃ出てる、いいよね、でこれをまたみんなで歌えるっていうのもいいわ、めちゃくちゃいいなと思って、なんか規模でかくていいよね、うん、確かに世界へ、そうそうそうみたいな、地球規模なんなら、地球だね、確かにみたいな感じがする、いい、なんか歌詞確かにすごいね、こうやっぱりこうなんていうの、こうサウンドと音、うんうんうん、の元気さにさ、うん、言及することが多いけど、確かに歌詞もすごい素敵だから、ね、読んでもらいたいなっていうふうに思いますね。そうなんですよ、なのでちょっとその辺もお楽しみにということで、いっぱい聞いてくれると嬉しいなって、ぜひともよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。そろそろお時間になってしまいました。まだまだ話したいけど、あそうだ、そういえば、うんうん、今日4月26日じゃないですか、うん、なんと、はい、明日ですね、4月の27日にですね、うん、オンラインイベントやらせていただきます。わそうなんです、うわ楽しみ、ね、だからこのリリースに向けてのイベント初、うんうん、イベントになりますので、うんうん、はい、ぜひともよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。待ってますよ、以上エヴァドリームの美里と瞳がお届けしました。バイバイ。